でですね、さらに理想主義者にとってパートナーの感情的な依存は負担となりますと。自分たちの持つ繊細さが時にパートナーの依存を助長してしまうにもかかわらずですと。もしパートナーが弱々しく寄りかかってきて、より多くの愛情表現や承認を求めてくるようになると、理想主義者はかつてパートナーに約束したかのように思えた理想の愛、完全な理解、絶対的な需要を与え続けるプレッシャーに不満を感じるようになってしまいますと。このポイントで NF タイプの人は突然苛立ちを見せ始め、パートナーに対して承認ばかりを求めるのはやめ、自立するように欲求するようになるでしょう。はい、何ですかね、この自分勝手は。この態度の変化は大抵突然起こり、これまで自分たちは理想主義者にとってかけがえのない存在だったって信じていた恋人たちは見捨てられたかのように感じてしまいますと。しかし理想主義者は意地悪なつもりで言ったのではないのですと。ただもうやっていけなくなった関係から離れるだけなのですと、はい、感情的な依存は負担になるんだと。で、この自分たちの持つ繊細さがパートナーがそこに依存してくるっていうプレッシャーに、はい、このか細い繊細さが、はい、受け止められなくなるんでしょうね、うん、自分が言ってるのはいいんでしょうね。自分が言ってるのは愛だねって、運命だねって、はいはいはい、ただこっちに運命だねって言われると、はい、依存してるみたいな感じあと今パッと思ったのは、はい、運命かってっていうセンサーが、はい、ピコンって今つきましたね。それは本物かって。そうです、はいはい、なんという自分かって申し訳ございません、まあ、だとすると全部自分かってですよね、タイプなんてはい、はい、すいません。このような拒絶はもっと巧妙な形を取ることもあると。理想主義者たちは他人に対して敏感で思いやりがあることを誇りにしていますが、その敏感さというのは反射的で特定の人物に向けられたものではない傾向があります。この NF タイプの人にとって他人の感情的ニーズに気づかないことはほぼ不可能であり、近くにいる人に対して共感や特別な理解を示さないのも難しいのです。言い換えると NF タイプの人は他人の感情的欲求に応じざるを得ないのかもしれません。そしてある人から離れると、その人ではなく目の前の人にいるこの人に共感するようになると。つまり理想主義者たちはたとえ自分のパートナーに対して今はそうでないとしても、見知らぬ人に対してさえ一定程度の温かさや受け入れを示してしまうことがあるでしょう。当然ながら NF の共感を自分だけに注いでほしいっていうパートナーにとってはこれは困った事態になり得ます。このパートナーは理想主義者たちがどうしても他人のニーズに応えてしまうことを全く理解できず、自分が最初に思っていたほど特別に思われてないのではないかと傷つくかもしれませんと。はい、みんなに運命だとか、まあ運命だとは言わないんでしょうけど、はい、みんなに共感して同じような態度を取る、はい、運命だよって言っときながら、はい、特別だよって言っときながら、はい、同じような振る舞いをする、はい、で私だけに向けてよって言うと、はい、自立せよみたいな、はい、はい、何でも頼ってって言っときながら頼ると自立せよこれはダメですね、はい、人としてダブルバインドですよ、人としてこれはちょっと破綻してますよね。わかります、はいはい、同じようにこの理想主義者は家族のために時間を作ることを犠牲にしてまで仕事からの欲求や欲求から解放されるのに苦労するかもしれません。特に
他者のパーソナルな成長に関わる仕事、カウンセリング、教育、牧師などに関わっている場合、学生やクライアント、信徒の問題や人たちの成長に没頭しすぎて、パートナーや家族との優先事項をないがしろにしてしまう恐れがありますと。そこにいて時間欲求をしてくる人、たとえ愛する人が家で待っているとしても、このこちらの興味ある人たちに惹かれてしまいますと、その欲求に応えてしまうと。理想主義者 NF は、職場での人の関わりから離れて、まずパートナーや家族を人生の中で第一に優先にさせるためのデタッチメント、切り離すことを学ぶことが必要になるでしょうと。まあ、僕の場合はもうあまり仕事に興味がないので、はい、家族第一だと思ってますが、ここは別です、はい、ここはもう家族の仕事家族のどんな反対があっても、はい、これはやるんだと、はい、恥ずかしいからやめてって言われても、はい、これは俺はやるんだと、はいはい、でこの個人として優先順位がつけることができない NF タイプ、理想主義者の男性女性は、すでに構築している人間関係を深めるよりも、新しい重要な関係を築くためにエネルギーを使い、人から人へと移り変わっていく傾向にありますと。しかしながら、多くの NF タイプの人にとって最大の満足は特別な関係を育てることであり、生活の大部分を家庭や家族中心に構成しますと。理想主義者 NF タイプは、家庭においても想像力とクリエイティブに富んでおり、自宅は通常さまざまな音楽や芸術作品、そして大切な私物、家族写真があらゆるところにまた本が溢れていますと。哲学や詩の本だけでなく、宗教、自己啓発、あらゆるジャンルの小説、そしてしばしば子ども向けの絵本も揃えられています。芸術家気質 SP ですね、と同じように、理想主義者も芸術的な趣味のセンスに長けており、特にインテリア、グルメ、園芸、NF タイプは花を愛するとあります。そして楽器、ピアノ、ギターなど家を豊かにする趣味が挙げられます。 NF タイプはしばしばそのような活動でかなりの才能を開花させます。理想主義者たちはまた、栄養学、ヨガ、自己催眠などのライフスタイルを向上させる趣味を持ち、その他さまざまなパーソナルセラピーにも興味を持ちます。そして大抵最新にのめり込んでいることを配偶者にも勧めるでしょうと。ちょっとわかります、はい、バターコーヒー飲めはやりましたね、はいはい、相手からあまり寄りかかられると、相手が重く感じられるようになってしまうんですね。これどのタイプもそうなんじゃないですかって思うんですけど、まあ、どれだけ寄りかかられるかですよね。まあ、それは どのタイプもあるとは思うんですよ。ここだけじゃないですよね。はい、よかったです、はい、で、まあ、程度っていうかそういう問題なんじゃないですか、傾向なので。なあ、でもちょっと強いみたいな、はい、まあ、なんか自分が傷ついちゃうみたいな話なんじゃないですか。さっきの話でいくと、自分が辛くなっちゃうから、もうそこはちょっと自分で何とかしてよみたいな。あとは、まあ、違ったらごめんなさい、ね、はい、この最近はこの NF タイプを思うときに、はい、どうしてもこの理想主義者で、はい、この理想主義者のジレンマを抱えてるわけじゃないですか、はい、理想が叶った瞬間にこの人はアイデンティティをなくすんですよ、はい、あの常に上に登ってる自分が好き、はい、だとすると、うん、極めてしまうとそこで止まるので、はい、僕が僕でなくなるんですよ、はい、っていうのはどこかなんか自信のなさに直結していると思っていて、はい、頼られると、はい、なんか頼られるのにはそんなんじゃないよって思うのかなとかいやなんか健全度が高ければね、はい、それは受け入れられると思うんですけど、はいはい、とかまだ自分が乗ってる時、はい、なんか自分がちょっと乗ってない時に、はい、乗ってるっていうのは気分がその正しい時はい、右手の時、ライトの時、はい、はどんとこいなんですけど、はい、なんかそうじゃない時、はい、になんか寄りかかられると、はい、発動する気がします、
うん、自分で考えろと。はい、はい、理想と思ってる相手が理想的な感じでなくなるのを目の当たりにするのが自分にとってしんどいのかな。あ、これそうなんでしょうね。頼られてくると理想じゃない。いや、なんか、うん、っていうことなんでしょうね、はい、自分の好きな姿じゃない。はい、まあ、初めからそういう人を、うん、そう選んだのな、選んだのであれば、はい、そうなんでしょうけど、はい、なんか自分があまりにもこうやって梅だよ梅だよって言って、はい、相手もそうだねってなって、はい、その最初と違った形で来られるとそれは違うと、はい、僕が運命だと思った君とは違うと、はい、もっと理想と違うって話じゃないですか。ここで言ってるのは自分の理想とする像があるわけじゃないですか、相手に対しては。あるでしょうね、はい、はい、で寄りかかってくるような弱い人は理想じゃないみたいな、完璧完璧な相手がいるわけですよ。いますよ、はい、はい、それがこう寄りかかられると完璧じゃなくなないわけじゃないですか。寄りかかってくるのは弱さですよね。弱さ、はい、理想ではないわけじゃないですか。受け止められる時もありますけどね。で、まあ、なんかこっちのというか NF のなんか健全度的な気分次第気分次第、はい、でアイデアリストはこの結婚生活においてロマンスを生き生きと保ち続けることに気を使っており、何年一緒にいても映画館に行ったり劇場に行ったりレストランで食事をしたり配偶者と一緒にロマンティックな週末を楽しむことを楽しんでいます。またこのアイデアリストは配偶者とディープな肉体的なつながりを持つことができる神聖なこの性のパートナーになることを目指しています。自分自身を愛するものであり配偶者でもあるとみなすことは彼らの性格の大きな一部を占めています。ただし NF タイプの人は自分の想像の中で生み出された心理的性的な完璧さに関する期待に取りつかれがちです。特に性的な営みにおいては初期の段階では失望させられることが多く、自分の内なる感性に従って最も愛情深く繊細なアプローチを知っていると期待するものの、それほど熟達していないことが多いのです。しかしアイデアリストは熱意を持って学習し、むしろそのような不熟練さを否定的に受け入れます。アーティザンのように SP ですね、滑らかで洗練された愛人になることは彼らにとって偽りのように感じられるのです。このアイデアリストたちは NF ですね、一般的に社会性が高く人々は彼らの家庭に歓迎され自分が必要とされていると感じることが多いですと。表に出る的な表出的な NF タイプは社会的に活発で大著作の購読会やドラマサークル映画愛好会など様々な文化的自己啓発的なプログラムに関わり配偶者をも巻き込もうとする傾向がありますと。また社会問題や教育心理学宗教文学などに関する議論グループにも参加するでしょう。一方で内向的な NF タイプは自分や身内の人間関係に収まりがちで自宅の中にごめんなさい洞窟のような私的な空間を作りそこで熱心に読書をしたり人生の神秘について熟考したりする傾向にあります。ただし芸術や人文科学への支援は積極的に行い、コンサートや演劇詩の朗読会などの文化イベントにも出席するでしょう。お金を落とすんですね。外交的であれ内向的であれ NF タイプの人は家族への思いやりにあふれ誕生日や記念日など自発的に覚えておりせいぜい小さなヒントがあれば思い出すことができます。一方自分の特別な日が忘れられると NF タイプの人は深く傷つくでしょうと。そんな厄介な人、はい、NF タイプでしたと、はい、